佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、少しずつ暖かくというかようやく春が近づいている実感が出てきた佐藤美久でございます。今回は今年は、そうですね、暖かかったり寒かったりと、あったと言われていますが、皆様は、いかがでしたでしょうか。確かに、まあ、雪は降りましたが、まあ、関東圏平野部ではですね、まあ、そんなに積もることもなく、このまま寒の戻りになることもなく、暖かい毎日になってほしいものです。まだ大学入試や高校入試も続いている方もいらっしゃると思いますので、寒暖の激しい、差が激しい毎日、どうか、体調を崩さずベストを尽くして、頑張ってください。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を、感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな、現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。いつものことながら、守秘義務のため あまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただこうかなと思います。まず一つ目はですね、テレビ朝日、毎週水曜日夜9時から、放送されておりますドラマにですね参加させていただきました。このドラマはですね、私そして私の父が大好きな、ドラマでして、もう最近ではもう再放送のこうね始まるともう序盤でもう犯人が分かってしまうという、それぐらい好きな、ドラマにですね、今シリーズもですね参加させていただきました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。少しの、短い撮影、時間だったんですけれども、もう少しでも参加させていただけただけでもう 私は本当に嬉しいですし、そうですね、父にも喜んでいただければなというふうに思います。はい、本当に非常に放送が楽しみです。続いてはですね、同じくテレビ朝日、3月17日日曜夜9時から、放送されます、ドラマにですね、参加させていただきました。こちらもですね前回かな、お伝えもねさせていただいたんですけれども、このドラマでは2回撮影にね参加させていただくことができまして、本当にありがたい限りだなというふうに思います。はい、でこのね撮影も、まあ以前もねお伝えさせていただいたんですけれども、結構特殊といいますか、あこういう撮影の仕方もあるんだなっていうのもあったんですけれども、まあ、一定のねカメラが映るところまでまず歩いていくんですけれども、まずスタートする歩く時に、まあ、荷物とかにこうマフラーとかちょっと変えられるものを入れて一回歩くんですね。カメラが映らないところまでまず歩いて、で映らなくなったら今度またそのマフラーとかちょっと変えて別地にまた出てくるっていう撮影をこうひたすらそうですね1日くらいかなかけて撮影をねさせていただきまして、こちらもねどういう風に私も映っているのか非常に楽しみですし、私もちゃんと別地にちゃんと一回一回こう別地にちゃんと出てこれてるのかすごく見なきゃいけない部分だなというふうに思いましたので、3月17日楽しみだなというふうに思います。はい、続いてがですね、NHK の、BS プレミアム4月27日土曜日、夜9時から放送されます、ドラマにですね参加させていただきました。このドラマはですねなんと3回もですね撮影に参加させていただくことができまして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。助監督さんもですね私の名前も覚えてくださって、まあ、佐藤っていう名字がやっぱ覚えやすいという部分もあると思うんですけれども、ちゃんと毎回行くたんびに佐藤さん今日もよろしくねっていう風におっしゃっていただいて、やっぱすごくこう同じ作品にこう何回かこう参加させていただくっていう、ちょっとでもこう作品にね携わって
らせていただくっていうのもすごくやっぱり大事なことだなっていうふうに改めて感じましたね。でこの、ドラマのですね、あの主演が、加藤諒さんでして、であの共演者にですね菅健太さんがいらっしゃるんですけれども、あのお二人すごいプライベートでもすごい仲良しでだというふうにですね、私もこうネットとかこうテレビをね拝見させていただいている中で聞いているんですけれども、やはり現場でもすごく和気あいあいとこの、演技をねされていらっしゃって、でそのこう信頼関係でいいんですかねっていうのが、やっぱり強いのかなって感じましたし、それもこうドラマのね作品の中にもこう出てるのかなっていうふうに私も感じられました。本当に加藤諒さんもね、すごくこう何ていうんですかね、迫力のある演技がちょこちょこ、こうありまして、こうちょっと叫んだりとか屋上からね叫んだりとかっていうシーンもあったりだとか、すごいなというふうに見させていただきました。本当にこちらもですね、非常に放送が楽しみです。はい、続いてはですね、同じく、市川うらら FM さんで毎月第2、第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライ収録ですね。まずですね、2月の放送ですね。で在日ブルガリア人のですねディモフ・ツベタンネンコフさん、ツベタンさんにですねゲスト出演していただきました。なんと北野しおりのリアルドライ初のゲストということで本当にありがとうございました。でですね、ツベタンさんにはですね、この北野しおりのリアルドライの、番組公式サポーターにですねご就任いただきました。本当にありがとうございます。もう本当にすごくですねツベタンさん明るい方でして、もう話しててもこっちもすごくもう楽しくなっちゃうぐらい、もうしおりちゃんと一緒にもう楽しみながらお話ねさせていただきましたですね。ツベタンさんってすごいアグレッシブルな方で、ブルガリアからお父様の転勤で新潟に越してこられて、もう私たち同じ日本人と同じ小学校のカリキュラムを受けるという、いやーすごいもうなこう言葉もわからない状態だったらしいんですけれども、もうそのやっぱこう持ち前の明るさっていうのがやっぱりすごくこうなんていうんですかね、こういろいろなことに乗り越えられたのかなっていうふうにすごく感じられましたね。あとはそこからこうイギリスに行き、またブルガリアに戻って、さらにまた日本に戻るということで、いやー素晴らしい方だなというふうに思いましたし、ものすごく日本のことが大好きな方なんだなっていうふうにこう番組内でもねすごく熱く語っていただきました。本当にありがとうございました。でですね、そうですね、放送を聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ツベタンさんにですね、ブルガリア語をですね少し教えていただきまして、で応援してくださいっていう日本語訳で、ブルガリア語ですね教えていただきました。ちょっとねここでもねちょっと私一人でちょっと頑張って披露させていただければなと思います。それではいきます。 3,2,1 モラビザプデクレパタ、以上ですこれで応援してくださいっていう意味なんです。はい、ぜひ皆さんも覚えていただければなというふうに思います。こちらですね映像配信版アップしていただいておりますので、ぜひそちらもねチェックしていただければなと思います。続いてがですね、前回ゲストですね、料理カウンセラーそして、愛され飯協会代表の、青木由美さんがですねゲスト出演していただきました。ありがとうございます。その青木由美さんとですね私の事務所の先輩佐々木千明さんが、番組を持たれております、市川うらら同じく市川うらら FM さんで、毎月第2、第4火曜日夕方6時からの、愛され飯上がれにですね私ゲスト出演をねさせていただくことということで、ありがとうございます。その収録もねありました。ありがとうございました。でですね、その青木さんからですねゴールデンレシピというものをですね私いただきまして、映像配信版ご覧いただいている方ねお分かりかと思うんですけれども、こちらのねすっごく花柄ですごい可愛らしいレシピをですね私
の、佐藤美久の、私のみだけの、 ゴールデンレシピをですねいただきました。メニューなどにつきましてはですね、ぜひ、愛され召し上がれ、ぜひ聞いていただいてですね、オンエアがですね3月26日火曜日、夕方6時から、私出演させていただいておりますので、ぜひぜひ皆さんお聞きいただければなと思います。よろしくお願いします。さてですね、この1ヶ月間振り返りまして、同じ作品にこう何回かこう行かせていただくことが結構あったなっていう風に感じられましたね。やっぱり少しでもこうね、何回かこう参加させていただいて、こう少しでも作品にね携われるっていうのは本当にありがたいことですし、本当に嬉しい限りだなという風に思います。今月もですねしっかり頑張っていこうと思います。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーはですね、私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、先月2月22日に公開されたあの日のオルガンを見てまいりましたので、お話しさせていただこうと思います。まずリサーチによりますと、第二次世界大戦末期に、ほぼ保育士たちが幼い幼児たちと共に集団で疎開し、東京大空襲の戦火を逃れた疎開保育園の実話を戸田恵梨香と大原櫻子の主演、山田洋次作品の多くで脚本助監督を務めてきた平松恵美子の監督脚本により映画化。1944年第二次世界大戦末期の東京、警報が鳴り防空壕に避難する生活が続く中、品川の戸越保育所では園児たちの安全を確保するため、保母たちが保育所の疎開を模索していた。ようやく受け入れ先として見つかった埼玉の荒れ寺で疎開生活をスタートした若い保母たちと園児たちは、日々噴出するさまざまな問題に直面しながらも互いに励まし合いながら奮闘していく。戸田が保母たちのリーダーとなる板倉楓役を、大原が天真爛漫で音楽好きな保母の野々宮光栄役をそれぞれ演じるとあります。そしてストーリーは映画の公式サイトからご紹介させていただきますと、戸越保育所の主任保母板倉楓は、園児たちを空襲から守るため親元から遠く離れた疎開先を模索していた。別の保育所愛育林保館の主任保護の助けもあり、最初は子供を手放すことに反発していた親たちも、せめて子供だけでも生き延びてほしいという一心で、保護たちに我が子を託すことを決意。しかしようやく見つけた受け入れ先はガラス戸もないボロボロの荒れ寺だった。幼い子供たちとの生活は問題が山積み。それでも保母たちは子供たちと向き合い、みっちゃん先生はオルガンを奏でみんなを勇気づけていた。戦争が終わる日を夢見て、そんな願いをよそに、1945年3月10日米軍の爆撃機が東京を襲来、やがて疎開先にも徐々に戦争の影が迫っていた。ということで、今回はあの日のオルガンをですね、拝見させていただきました。もう本当にですね、涙なしでは見られない映画となっております。でですね、私ですね、2月22日がね公開日だったんですけれども、その2日後ですね、日曜日にですね、見に行きまして、日曜日に行ったっていうこともあって、非常にご年配の、ご夫婦の方がたくさんいらっしゃるなっていうふうにも思いましたし、あと中にはですね、小中学生の子たちで友達同士でね見に来ている子たちもいて、ああそうすごいなというふうに思いました。でですね、これがまた実話ということで、もう本当に感動というか、なんかこうやっぱ私自身こうやっぱ絶対に経験できないことじゃないですか。なので、でしかもこの保母さんたち大体がこう20代くらいらしくて、それがまたその53人のね、園児を守るっていうね、いや、要するに私ぐらいだと思うんですね。ちょっと大変というか、やっぱ自分の身も守らなければならない中でも子供たちを助けたい
守りたいっていうね、本当一心の姿がすごく描かれている作品だなというふうに思いました。でですね、大原桜子さんなんですけれども、私ですね、尾上松也さんが主演されておりました、メタルマクベスディスク2院ですね、劇団新幹線さんなんですけれども、メタルマクベスディスク2院ですね、尾上さんの、IT 役で共演されておりまして、でその時 の, 役がですね、すごい妖艶な女性だったんですけれども、こ の, 映画みっちゃん先生なんですけれども、すごい可愛い、ちょっと子供心も残ってるほぼさんの役で、ものすごくその差が素晴らしいなというか、この表現の差があって、いやすごいなというふうにとても感じられました。でですね、大原さんやっぱり歌がすごく上手でして、みっちゃん先生なんですけれども、大原さんがね、でこうオルガン弾きながらこうね、歌をみんなで園児と一緒にね歌を歌うっていうシーンもですね、本当に歌が上手 で特に印象的だったのが、ちょっとねこう涙を流しながら泣きながら歌うシーンなんですけれども、それもまたこう上手い具合といいますか、本当に上手に泣きながら歌うっていうのはやっぱ難しいと思うんですけれども、本当に綺麗な歌声で本当に涙がもう止まりませんね。もうぜひそこもね、ぜひ注目していただきたい部分でもあります。でですね、実はですね、私の祖父母もですね、疎開をねしているんですけれども、特に祖母の方はですね、まさしく東京にの人で、で東京からね、多分おそらく福島だったと思うんですけれども、の方に疎開をしたというふうに聞いてまして、やはり親御さんと離れるっていうのは、やっぱり親としては一緒にいたいのも重々あると思うんですけれども、でも子供を守りたいから安全なね、少しでも安全な場所にいてほしいっていう親心っていうのがすごく感じられる しますし、やっぱりこう親子こう離れる部分ところがすごくもう本当に涙がもうずっと出てましたもん。私はもうちょ近くにカップルのね方がいらっしゃったんですけれども、もう彼女さんがもうボロ泣きするぐらいもう声上げながら泣いていらっしゃったので、もう私ももう構わず泣いてましたはい、もうそれぐらい本当に素敵な作品だなというふうに感じられましたね。でですね、ほぼさんがですね、戸田恵梨香さんと大原さくらさん以外にですね、5人のほぼさん役と、あとまかない担当ご飯をね作る疎開保育園の役が1人いらっしゃいまして、計6人なんですけれども、その方々が、オーディション1000人以上の、オーディションから、出演勝ち残ってこう出演されている方々なんですけれども、私がその中で、すごく印象に残った女優さんがですね、堀田真由さんという方なんですけれども、映画の、予告編とかあとはですね見ていただければ分かりなんですけど、この丸眼鏡、大きい丸眼鏡をねしている女の子の役なんですけれども、すごく自然で、特に印象に残ってるシーンが、ある事実というかちょっと悲しい事実を、大原さくら子さんにですね、みっちゃん先生にですね、伝えなければいけないシーンがありまして、伝えづらいけど言わなきゃダメなんだっていう、葛藤の部分であったりとか、こう目に涙をいっぱい溜めて、話すっていうところが非常に引き込まれましたね。で本当にそこが私の中ではすごく一番印象に残ったシーンなんですけれども、本当しびれましたね。はい、年齢としてはもう私より年下なんですけれども、本当に素敵なシーンだな
素敵というか本当に、女優魂が、見させていただけたなっていうふうに、私は、はい、思いました、はい、でですね、ちょっとそういうことがあったんだっていうのが一つありまして、そうですね、公開された時の舞台挨拶の時に、戸田恵梨香さんがですね、その撮影現場で園児たちの、子役の子たちが子役の子たちが、たくさんいる中でこうどうしてもこう監督とか助監督さんがこう静かにしてって言ってる中、もう全然もうやっぱり集中力が切れてしまって、全然もう手につけなくなってしまった時に、戸田さんがうるさいねんって言ってらしたということで、一括しましたっていうのをおっしゃられていたようで、すごいな、先生さすがだなというふうに思いました。この板倉楓という楓さんという方がですね、怒りの乙女というふうにですね、言われていたようでして、でもうまさに本当に楓先生の感じが出ていらっしゃったみたいで、すごいなというふうに感じました。でですね、皆さんもう本当に小中学生の、子たちも見に来ていて、やっぱり授業でね、こう歴史とかこうね、触れるのは多分多いかと思うんですけれども、やはり教科書では描かれてというか書かれていない部分のこの、戦争はこういうことだったんだよ、こういうことがあったんだよっていうのをですね、やっぱこう映像とかこう映画を通してね、見れるというのは本当に素晴らしいことだなっていうふうに思いました。ですので皆さんもですね、ぜひお近くのね劇場で「あの日のオルガン」ぜひご覧いただければなと思います。以上、今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご質問ご感想など、お便りですね、送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。